直角二等辺三角形だ。ここで、ルート2が有理数であると仮定し、最小の正の整数 A と B を使ってルート2イコール B 分の A と表す。ここからルート2は無理数って証明しに行くの？三角形を縦と横にそれぞれ B 倍に拡大する。A と B は最小のを使ってるから、三辺の長さが整数の直角二等辺三角形はこれが最小だね。さて、上の頂点を中心として半径 B の円広角。いいよ。この斜辺上の交点から、下の辺に垂線を下ろす。そしたらここに小さい直角二等辺三角形ができて、ここの長さも A-B だね。さて、今下ろした垂線はこの円弧に接していて、下の辺も円弧に接しているので、対称性があるな。ってことはここの長さも A-B か。となると、ここは B から A-B を引いて、2B-A だね。終わったな。この直角二等辺三角形の三辺の長さが全部整数になってる。そういう直角二等辺三角形のうち最小のもので始めたのにな。これ全体が最小のはずなのに、もっと小さいのを作れちゃった。というわけで、ルート2が有理数であるという仮定は誤りだぜ。よかったらチャンネル登録してね。ご視聴ありがとうございました。